お久しぶりです。いきなりなんですけど、グリコが子供を見ました。今なんかイライラして祭礼をで祭礼に八つ当たりしていますけども、だからちょっとだけ覗くだけ。4日前ですね。さてさて、みんなにスイカをあげましょう。みんなもお久しぶりだね。動画ね、みんな元気ですよ。みんな元気なんだけどね、ちょっとね、年を取ってきた子もいましてですね、健康にね影響があるわけじゃないんですが、まあここにねダディがいますけど、ダディもね割と年取ってきて、当たり前なんですけども、あとね、ここボタンおいで、ボタン来れる？ボタンがね一気におばあちゃんになっちゃったんですよ。これボタン、おばあちゃんでしょ。でもね食欲はあるし、獣医さんに連れてこうかなとは思ってるんですけど、なんかこれといってこの病気があるってわけでもないんで、まあ健康診断兼ねて連れていこうと思うけど、単純におばあちゃんになったんだと思います。で、探検隊さんからね、去年の初めにいただいたんですけど、誕生日をお聞きしてなくてですね、ただこのうちで2017年の元旦に生まれたね、このマーサとか、これは違うけどね、これは3月15日今年、ここの子とか、その子たちよりもね年上だっていうのは分かるんですよ。だから多分ね今2歳弱なんだと思います。2歳は過ぎてはないと思うんですけどね。ボタンどこ？食べてる？ちゃんとボタン、ほらボタン、これボタン、割と一気におばあちゃんになったね。ハムスターって老いるのがいきなり老いますからね。あ、お芋もあげようね、はい、今鶏胸肉解凍してるからね、ちょっと待っててね。グリコはね、お父さんがちびまる子です。でなんかねアドバイスいただいたんですよ。グレイの、もともとこの元旦生まれの、例えばここのルミちゃんとかのお母さんはグリって言って、グリコとそっくりで、まあこのルミちゃんとそっくりなグレイの子なんですね。あとお父さんがここのダディなんで、ダディちょっと顔見せる？ダディ顔見せてくれる？これ足顔見せてくれる？ダディ、このお父さんがダディなんですよね。だからグレイと白の子供たちがチーマルコみたいに白だったり、ルミちゃんみたいにグレイだったり、あとなんかその前の遺伝でねクリームの子がいたり、まあその3つかな、白とグレイとクリームといたんですけど、全然見えないね、たち顔見せてくんない？嫌だ？嫌だか、まあ嫌だったらいいよ。で今回もね同じパターンなんですよ。チーマルコが白でグリコがグレーなんですよね。でだからそれでチーマルコのお父さんがダディでお母さんがグリなんで、赤ちゃんたちも白とグレーになる可能性が高いんじゃないかと思うんですけど、それでアドバイスいただいたのが、あんまりね、あんまりねグレーとか白ってね、グレーグレー白白とかってあんま良くないんですって。だからねグレーと白にしたんですけど、なんでかっていうとね、やっぱクリーム色の子がいっぱい前回生まれて、グリのグレーとダディの白を引き継ぎたくてですね、まあ飼い主の英語なんですけどね、という感じで、
今日はちょっと軽くお久しぶり動画でした。マルコみたいな白が生まれるかな、ギルみたいなグレーも生まれるかなという感じでした。ではでは。